ってる？入ってます。入ってる。皆さんこんにちは、見えていますでしょうか。こんにちは。こんにちは。さあ、こちらのインスタライブは明日2月15日月曜夜8時から放送スタートのドラマスペシャル神様のカルテのインスタライブをご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。現在記者会見を行いました。会場から生配信をしております。ファンの皆様見えておりますでしょうか。見えてるかな。見えてるかな。はい、こちらには主人公栗原一と演じられる福士蒼汰さん、主演でいらっしゃいます福士蒼汰さんと一と迎える妻の清野菜名です。お越しいただいています。こんにちは。これスマホ2台持ってらっしゃる方面白いですね。あ、そうですね。福士さんのアカウントでそれぞれ面白いですけれども、さあここで福士さん、清野さんを一言ずつご挨拶頂戴できますか。はい、福士さんお願いします。栗原一と演じました福士蒼汰です。ただいま本当にね、記者会見さっき、はい、今、はい、終わりまして、楽しい、なんか楽しいインスタライブ、インスタライブ気楽気楽だね。すごい気楽ラフな感じで、はい、感じでお願いします。お願いします。清野さんいかがですか。はい、自分の公式アカウントでインスタライブやるの初めてなので、初めて、はい、そうなんだ。ちょっとワクワクしてます。よろしくお願いします。どれぐらいの方ね見てくださってるんでしょうか。たくさんでしょう、ね。さあということで、明日から4週連続で放送となりますテレビ東京神様のカルテですが、もう待ち遠しいという皆さんのためにいくつか私から質問させていただきますので、ご覧の皆さんよく聞いていってください。そう、画面外にもアナウンサーさんがいらっしゃる。そうそう、声だけ来ても聞こえると思うんですけど、声だけで私アナウンサーが、はい、質問しますのでお願いします。さあ、一つ目です。今回の役を演じるにあたって役作りで工夫されたことや大変だったことはありますかという質問です。福士さんいかがでしょうか。まあ、今回本当に栗原一人役は文語的なですね、セリフとか多かったので、はい、本当セリフ量も多かったですし、まあ、本当にそういうところは苦労はしましたね。はい、でもなんか清野さんが会見の中で、はい、結構福士さんは豆知識が多かったり、いろんな知識が深いってことだったので、はい、今回の役柄そこまで大変じゃなかったんじゃないですか。ジャンルがね、方向性違うので、文学的なものは本当に自分にあんま知識なくて、まあ、面白かったですけど大変でした。はい、清野さんどうですか、役作りや工夫。私はもうとにかくもうすごく疲れて帰ってくる旦那さん一さんをもうとにかく私は癒したいという気持ちで毎日毎日撮影をしていました。それで私は一方で山岳写真家というお仕事をしていて、世界中を回ったりとかしているんですけど、今回撮影に入るにあたってまだもう初心者コースなんですけど、山に登ってみたりとか、山登りしてみました。はい、でも清野さん結構アクロバットな動きとか普段からされてますから、はい、登山どうでした？体力。いや、ただ登るだけじゃなくて、カメラを大きいカメラを下げて、そしてカバンも持ってっていうのはかなり体力も必要なことだし、はい、なんかこのレベルじゃないと思うので、ハルさんはもうかなりすごい山を登っていらっしゃるので。すごいタフな女性だなと、ね、はい、思いました。カメラの調子大丈夫そうですかね。はい、インスタライブ続けていきますが、さあ2問目です。はい、撮影中の共演者の皆様とのエピソードがありましたらお聞かせくださいということなんですが、エピソードか、さあどなたでも共演者ね、たくさんいらっしゃいますから。ありますよ。いかがですか。一緒にダイナマイトをねどなたとですか。あら、2人です。夫婦で。夫婦でダイナマイトコピーですか。コピーはね、まだ全然できてないんだよね。全然できてないけど、はい、いや、優しいなと本当に思って、はい、私が現場でちょっと踊ってたんですよ。はい、でも結構難しいダンスなので、はい、なかなか踊ることができなくて、はい、で、まあ、その日撮影が終わって何日か、ま、後にまた同じ撮影があったので、はい、その時にお会いした時にダイナマイトのそのサビの部分を、はい、覚えてきてくださって、でこうやって踊るんだよ、こういうステップでやるんだよっていうのをすごい全部教えてくださって、優しいな。優しい。福士さん、それ清野さんに教えるために覚えたんですか。いやいや、どうしたんですか。優しい。そうなんですね。じゃあお二人でダンスして、はい、
そうですね、はい、撮影の合間に久美さんが結構歌歌われるのが好きだっていうのも会見で発覚しましたから、ね、なんかすごい、だからみんな俺がずっと中心に行っちゃうから、そのイチトっていう役がなので、俺としかみんな絡まないから、うん、俺とのエピソード、エピソードが多すぎて、うん、俺がすごいなんか暴露されるっていうなんか記者会見でしたね。清野さんもエピソードは福士さんとでも構いませんし、他の方とでも、私はもうずっとお石さんと一緒にいたので、でも、そうですね、なんか今はこうやって思い返すとダンスがすごい印象強くて、BTS ダイナマイト、はい、楽しかったですね。すごい楽しかったですね。さあ、それで続いてなんですが、イチと夏目漱石を敬愛しているということで、あのドラマの中でも影響で古風な言葉遣いいろいろ出てきますけれども、あのご自身が日常で思わず言ってしまう口癖ですとか、やってしまう仕草癖などあれば、ファンの皆さんもぜひ知りたいと思いますので、何かご自身のでもいいですし、それぞれお互いの見つけた癖何かありますか？いや、もうさっきかね、俺歌うとか、はい、めちゃくちゃ出ちゃってるけど、歌ですね、やっぱり。そうだ、歌、ダンス、豆知識ってきましたからね。そうね。自分で思うところは何ですか？自分で思うところ、うん、あります？自分で思うところ、自分の癖、いや、私結構負けず嫌いなんで、誰かが例えばじゃあダイナマイトを踊ってたら、はい、あ、私もやるとか、あ、私もできるとかできるようになってきたくなっちゃうんですね、はい、そういう風にすぐ言っちゃいますね。そうかもしれないね、奈々ちゃんのなんかさ、何でもこうできる感じがするの、結構見てて、うん、それってそういう部分、マインドから来てるよね、多分ね。やりたい、自分もやりたくなっちゃうんですよ ね人がやってる、いいなって思うことは、はい、そうなんですね、はい、うん、福さん、何か思いつきますか？あ、僕の癖、はい、あ、口笛、口笛吹いてるイメージある。あるでしょ、歯笛、口笛、口笛の方が多い。歯笛も吹けるんですか？歯笛は練習中なんですけど、練習してるんです。常に何かしらの練習はしてるんです僕は。なるほど、はい、口笛、口笛吹いてます、ね、その時やっぱり頭の中で流れてるメロディーを。そう、メロディーがとにかく好きなんですよ。だから音の流れが好きで、口笛だとそれを表現しやすい。その日聴いた音楽とかがやっぱ流れるんですか、頭の中に？いや、なんか不意に思いつくんです。そう、降りてくる瞬間、降りてくる降りてくる、ね、降りてくる瞬間です。今日はこれだみたいな、なんか多分どっかで聴いた音が、その音と同じ音からスタートする音楽を歌ったりする。なるほど。そう、そう、なんか聴いた音、癖があるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、続いての質問に行きたいですが、見えてますかね？見えてます。あの皆さん、ちょっと遠いですからね、近づいてぜひお顔をよく見せてください。こちらが清野さんのスマホ。奈々ちゃん、今日は元気ですか？元気でーす。何これ、2回同時ってね、ちょっと何ぽいね。続いての質問もいきましょうか。お願いします。はい、ドラマでは印象的なシーン、また好きなシーンありますかという質問なんですが、はい、いかがでしょうか？いっぱいあるよね。いっぱいありますね。本当にたくさんあるんだよ。8時間分ですからね、うん、はい、後ろの写真とか見てても、はい、本当に懐かしいなっていう。そうですね、そうあるんだよ。シーンいろいろあります。病院のシーンもあれば、お家でのシーンもあれば。そうですね、お家で。でも春がコーヒー作ってくれてるのは幸せだなって思いました。しかもこれは大好きだっていうコーヒーをね、春がお渡ししましたってこう作ってくれる、そういうのいいなってね、思った。いいですね。私も自分のその役として、そのいちさんが、はい、お仕事から帰ってきて、で毎回あの決まり文句みたいに、はい、いちさん、あのお帰りなさい、そしてただいまですっていうセリフがあるんですけど、うん、はい、それを言ってる時結構幸せでした。言ってる側も幸せなんですね。はい、いいですね、はい、なんかそういうね、家族のあったかさとか絆があるから外で頑張れるわけですからね、はい、いいですよね。さあ、続いてあの神様のカルテの見どころと皆さんへメッセージ、今回本当インスタライブですから、本当に楽しみにしてらっしゃるファンの方々が見てらっしゃると思うんですよね。
ぜひお二方ずつお願いします。福士さんいかがですか？そうですね、まあ、医療の話なので、はい、すごく、深くずしっと重く伝わるところもたくさんあって、人と人との絆だったりとか、感じると思います、はい、そしてそれに加えてすごく明るくポップなシーンも多かったりとかして、うん、心がほっとしたりとかくすって笑えたりとか、そういうシーンがたくさんあるので、はい、そういう部分も楽しんでもらえたらなと思います、うん、はい、ありがとうございます。千野さんいかがですか？はい、あの病院のシーンでは本当にとても辛いシーンもあったりとか大変なシーンがあるんですけど、でもなんか見終わった後ってそのすごく重い気持ちになるわけじゃなくて、うん、でもそれってそのお医者さんが患者さんに対して本当に心から寄り添っているから、見ている私たちも明日から頑張ろうっていう前向きになれる、そういうなんか背中を押してくれるような素敵な作品になっているなって私も思っているので、皆さんもぜひ、見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。伺いたい質問以上ですので、ぜひちょっとファンの皆さんにお顔を近づいてお見せしてください。見えてるんですか？見えてるんですかね、これ届いてますでしょうか？さあ皆さん、それではこれでドラマスペシャル神様のカルテのインスタライブは終了となってしまいます。ご視聴いただいてありがとうございました。テレビ東京系列では明日2月15日月曜夜8時、もう一度言います、明日2月15日月曜夜8時から2週かける4話、はい、あ、2時間かける4話ですね、失礼しました、2時間かける4話8週です。放送スタートですので皆様ぜひご覧ください。ありがとうございました。明日ですよ、明日です、明日見てね、明日は444、これ自分で切んなきゃいけないかそうなんだ、切るよ、じゃあねー。